プロ野球助っ人外国人名鑑バッキー・ハリス。日本プロ野球において外国人捕手は珍しい。その第1号だったのが彼、バッキー・ハリスである。今回は日本を、日本野球を愛した助っ人バッキー・ハリスの紹介です。1936年に日本国内で初のプロ野球リーグ戦が始まり、ハーバート・ノース、高橋義雄とともに名古屋軍結成時の外国人3人衆の一人として入団しました。彼は1931年に日本に遠征したことがきっかけで日本には興味があったようです。そして1936年の春季からリーグ戦に参加。非日系のアメリカ人の職業野球への参加は初めてであったことから注目されたが、ハリスはたちまちファンから愛される人気者になりました。同年春、夏通算打率が3割4分8厘。